来年10月の完成に向けて工事が進む新札幌の大型再開発プロジェクト札幌ドーム1個分の広大な敷地に病院や商業施設さらにはホテルや高層マンションも建設されます。その中心には こちらの空中回廊なんですが後ろにある4つの病院やそして奥の高層マンションとつながっていく予定ですアクティブリンクと呼ばれるガラス張りの空中回廊も誕生しますそして今回全容が明らかになったのが地下2階地上4階の商業施設ビビー新札幌 2階の飲食エリアには16の店全てに開放感あふれるテラス席が設けられますさらにその中心に作られるのが緑豊かな室内公園人工芝が広がり一年中くつろげる空間です見上げると天井には巨大なスクリーンがここに青空や星空が映され まるで外にいるような気分を味わえます昨日この飲食店エリアの出店者を募集する説明会が開かれました参加したのは道内外で飲食店を経営する人などおよそ90人ですやっぱり2階の空間ですよね飲食とこういう人工公園の部分の素敵ですね 新札幌で飲食店を今やっているんですが、ちょっと新しく挑戦したいなという気持ちがやっぱり、できました、ね、冬の,あのアクティビティといいましょうか、遊び方みたいなのを、今回、この施設を介して、な、え、ん、ーまあ、でしょうか、提案していきたいといいましょうか、お家にこもりがちっていうのがあるので、日々、新札幌に来ていただいて、少し気持ちも含めた開放感を味わっていただければなと思っています。 公園や憩いの空間が広がる新しい商業施設は来年秋に開業予定新札幌がますます魅力的な街に生まれ変わりそうです